はい、ということでどうもこんにちは、コウジです。本日はですね、6月5日ということでですね、やっていきたいと思います。まあ今日もね、ちょっと暑いですね。はい、ということなんですけども、今日はですね、めちゃくちゃまあとんでもないことが起きてるなっていう内容でですね、まだ僕もですね、話す内容がね、まとまってないんですね。まとまりきれてないんですけども、それほどにね、まあ、やばい事態になってるわけですよ。なのでちょっとね、これを見ていただいている方にはせめて冷静にですね、言葉の意味をね、ちゃんと考えていくっていうような作業に入ってほしいなというふうに思うんですね。何かっていうとですね、まあ、今騒がれてますよ、ジェンダー平等とかですね、なってますけれども、まあ、どうやらですね、アメリカの方で男女っていうね、この表記とか呼び名をですね、やめようと、いわゆる規制というかね、そういうまあ配慮をしてですね、ジェンダー平等として配慮して、そういうね、呼び名をやめてってるっていう事象が発生しております。兄弟ですとか、あとは父親母親っていうこともですね、やめて、要するに日本語で言うと親っていうようなね、全体の言い方になってるんですね。いわゆる何かっていうと、女性であるだとか男性であるっていう、その性別がわからないように、どっちであるっていう、その寄せる必要はないっていうような考え方に基づいて言葉を今ね、組み替えてるんですよ。でね、外国でそれが起こったっていうんだったら、まあ日本語ではね、また別ですから、あ、それはじゃあそのね、特性のいわゆるそういう原理が働く言語になってるんで、どんどんね、分析をしていくっていう言語になってるんで、それは仕方ないかなって思うかもしれないんですけども、どうやらですね、このジェンダー平等のその概念がですね、まあ、日本にも入り込んできてると。千葉県のですね、何市、松本市かな、がこのジェンダー平等の概念を取り入れてですね、名前をですね、呼び方をこうちゃんと適切な配慮した言葉遣いに変えてくださいっていうことをやり始めました。例えば、まあ、女性の意思に対して女医さんって言ったりするじゃないですか。これもですね、女性を強く強調しすぎた表現だというふうにね、言って、そういうのもやめましょうと。だから男性保育士とか女性保育士とかもですね、この男性と女性は関係なしに保育士と呼びなさいというようなね、形でやってるんですよ。でね、これがですね、言霊学に非常に関係してくる話なんですよ。というのは、まあ、太のりトーンズとかでもですね、書かれてる内容なんですけども、天津罪、国津罪っていう、その2つの罪があるんですけども、このね、天津罪という内容の方にですね、当たる行為なんですね。というのはなぜかっていうと、人間のその社会構造っていうのは言葉で成り立って認識してるわけですね。で、その言葉をですね、乱してしまうという行為が天津罪なんですよ。だから分かりやすく言うとですね、男とか女っていう言葉に関しては、これは差別用語として作られたわけではないんですね。これもちろんですけれども、人間の持ってる特性、機能性について名前が付けられた、名付けられた。なので人間一人や二人のですね、その人の感情は関係ないんですね。その感情に対して名前を付けてったんじゃなくて、機能性に対して、人間の認識、間違いのない認識に対して付けた名前、それがですね、特に日本語の大和言葉ということになるわけですよ。ですから今やろうとしていることは、男と女っていう表記をやめようっていうことは、男と女をなくそうとしている行為なんですね。でも男と女っていうのは、その人間の感情の方で付けたものではありませんから、認識としてですね、それを曖昧にするということは、今言った天津罪という内容になるわけですね。で、分かりやすく言うと、なんだろうな何でもいいですけど、カブトムシがいますよね。カブトムシがいた、それはカブトに似ているっていう、そのね、今これ日本語とはまた関係ないですけど、カブトムシっていう、そのカブトに似てるからというふうにつけたわけです。それは10人が見ても、あ、カブトねというふうになるわけですよ。だけどカブトムシが何らかの自我を持ってですね、俺はクワガタだというふうに言いますね、言ったとします。俺はクワガタなんだと、心は、感情はクワガタなんだ、俺をカブトムシと呼ぶんじゃねえというふうに言ってるんですけども、でもクワガタっていうのはクワの形をしてるね、クワガタなんですね。ということは、カブトムシという話をした時に、みんな誰もが、あ、カブトムシねって思い浮かぶものがですね、クワガタに置き換わったら、これは社会の混乱を起こすんですよと。だってそうですよね、カブトムシっていうふうに言ってるのにクワガタが出てきたら、あれ？というふうになるわけですよ。これがですね、認識の乱れ、これをですね、社会的に政治として行ってしまうことがですね、天津罪という内容なんですね。これをですね、もうね、本当にね、大丈夫なのかなと、これ本当に心配になるぐらいですね、
あの大変な事態に今なりつつあるんですね。自我の方とか人間の感情の方で名前を作ったんではないんですよ。あのジェンダー平等に関して言霊学でやってくださいってコメントとかも来ますけれども、もうこれ言うまでもなくですね、今人間の自我の感情の方が働いちゃってるんです。俺は女だみたいなね感じで、それは意識の方なんですね。でも真実実相の方で名をつけるっていうのはどういうことか、あの10人いたら10人ともですね、あの100人だったら100人とも、1万人だったら1万人がそれを見て、それで間違いないという出来事が起こった、それがですね真実実相というふうに言います。どういうことか今説明しますね。つというのは渡すという意味があります。この間もやりましたけれどもね、つというのは渡すという意味があります。かというのは自分のあ、主体としてのあ、あるべきものがある、見てる立場、見られる立場っていうのがね出来上がるわけなんですけども、その対象に書き来るという力が働いてかというふうになります。ですからよくカッとなってのかっていうのは、あるものを思い浮かべて自分の自我だったり欲望だったり、なんだふざけんなっていうものをかと書き集めたっていうねことで、かっていう表現がされるんですね。で、つ、か、これね、これがかなんですね。あるものがここにあって、それを書き来るかで、そこに対して向かう、結ぶ、つ、か、む、これがですね日本語の真実実相ということになります。でも例えば掴むという行為が起こっているのに、人間の意識というのは他にも働いているわけですね。腹が減ったって思いながら掴んでいる行為があるわけです。この時世の中にいる人たちにはどう見えているのか、真実実相として、それを掴んだと、棒を掴んだねっていうことがみんな見てわかるんですね。でも本人は俺は掴んだんじゃない、腹が減ってるんだっていうふうに言い張るんです。これが自我なんですよと。なぜなら現象に現れてない、真実実相ではないからなんですね。だから今の人たちっていうのは自分が女であるとか男であるっていうことの実相が伴っていないのに、ここにあるもの、自分の意識下にあるものだけ現象になってない、真実実相ではないところでこうなんだって言ってることを押し通そうとしてる。これを天地罪というふうに言うんですね。だから真実実相というのは、いくら自分が腹を減ったっていうふうに言ったとしても、腹が減ったっていうこういう行為が起こった時には、世の中の人たちは棒を掴んだという真実実相がここにあるわけです。それで掴んだねと認識が、みんなで共通の認識となるわけですね。だから男と女をね、表現をなくして一緒にしようっていうふうに言うのはどういうことかっていうと、男と女っていうのは精子を提供する人と、でそれを受けて受精する人っていうこの役割に対して名前をつけたんですね。人間の自我の方でつけたんじゃないんですよ。ということはこれを一緒にしちゃおうっていうことはですね、どういうことかっていうと、対極のものを一緒にしようってことなんですね。無理やり対極のものって、じゃあ他に何があるかって言ったら、上と下とかもそうですよね、空と大地ね、これ宇宙の空間飛び出したら上も下もないから、上もね、空も大地も一緒だよと、一緒にしちゃおうぜというふうにやって、この空っていうものに大地っていう風にね名前をつけちゃうと、一緒にしちゃおうと、そんなことが許されるのかっていう、まあ別に人間の行為ですからね、そういうことがありうるわけですけれども、それをやるとただ一つ言えるのは乱れるんですよって。それをですね聖書ではバベル、混乱という風に言います。こういうことをですね、今現在の世の中の人たちはですね、宗教観とかね持ちつつも、そういった出来事が過去に起こったよっていうこととかもですね、その捉え方を、まあ、間違えているのか、自分たちの自己解釈だけで判断しているのか分かりませんけれども、まあ、世の中の今の人たちっていうものの自我がものすごく芽生えて、自分たちの都合のいいように名前をつけていくっていう方のねことを、天地罪っていうことをやってですね、今社会はものすごい変革をしようとしています。でそれが日本の社会に入ってきてますという一つの事実なんですね。これがですね、さらにそういう意識がみんな広まっててですね、他の県にもねそれが波及して、みんなそういう風になっていったら、まあ増えるわけですよ、混乱の社会がね。なのでこれを見ていただいている皆さんはですね、言語とは何なのか、言葉とは何なのか、真実実相とは何なのか、この辺をですね迷ってる人たちとか、そういったところでトラブルが起きてる時とかに、それをね説明できる人をやっぱね再教育していかないと間に合わないと思うんですね。なので言霊学をやってるっていう人もですね、
必要以上に別に言霊学の話ってしなくていいんですけども、でもそういった場面に遭遇した時にはビシッと日本語っていうのはこれこれこういう理由でつけたんですよって、であなたたちのその自我の方でつけたわけではなくてっていうね、そう、まあ、なだめるねことがこう必要なんですよ。そこにいわゆる個人個人で、ね、そこで称号会議みたいになるわけです。で言霊学で書かれてるんですけども、そういう称号会議っていうものが行われて心の安堵というかね、いわゆる平和なね方向にこう行くっていう風になってるんですけども、それまではもう本当に荒ぶる乱れた言語の乱れた社会がですね、まあ、形成されていくんですよ。今それをですね確認できちゃってるんで、今この瞬間に確認できちゃってる事実なんで、これはですねあらぬ方向に行く可能性がですね非常に高いので、このね学問やってる人がですねそういう立場からちゃんと正確にその場を収めつつ、説得っていうとねなんかちょっと無理やり感ありますけど、そうではなくて真実実相とはこういうことなんですよということをですね話していく人たちがね増えたらなというふうに思います。まあ宗教特にね新約聖書の方ではそういう活動を行って、その乱れた社会から乱れない社会にしていくっていう人たちがですね立ち上がってくるっていうのが14万4千人って書かれてるんですけども、あーなんかこういうのが本当にそこに書かれてる通り必要な時代になるんだろうなっていうことをですね今日は感じてね動画を撮ってみました。ということで、とんでもない事態が起こってますということでね、本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイ。